チは ZB20 ニュースが始まりました。ナビゲーターの国瀬貞人とアシスタントのアナです。今回もたっぷり動物さんたちの、ニュースや動画を多くお届けします。はい、ではまず最初の話題です。ファンクラブ解放誌アモローソが完成しました。イエーイ。ファンクラブの皆さんに今発送していますのでぜひチェックしてみてくださいね。国瀬さんはこのアモローソの中でどの記事が一番気になってますか？はい、そうですね、やっぱり今回僕の大の仲良しのラトゥール君が、あのインドライオンさんとのね、はい、ケージごっこ前回 大好評だったね。大好きですね。追いかけっこですね。そうですね、あれの第2弾が載ってますから、ね、今回はね、釜飯を盗んじゃったんです。はラトゥール君意外と食いしん坊ですね。そうですね、まあ、それだけじゃなくてね、いろんな、ね、他にもいろんな情報が結構なんですか、こうなんだこのクマさんとねオカピさんがね2人で旅してるとこなんかね、なかなかレアで面白いなと思うんですけど、これもぜひお楽しみにしていただきたいなと思いますね。そうですね。そしてこのアモローソンでそうレイスト決定戦のメンバーが発表されました。今回のソリストはナマケモノちゃんです。ズーラシアンフィルハーモニーの新作コンチェルトのソリストをファンクラブ会員の、投票で決定するというこの企画なんですけども、去年は、僕の大の仲良しのねラトゥール君が見事第1位を取りまして、コン・アモーレという曲を演奏したんですけども、今回はなんかマーケモノちゃんが選ばれたということで、マーケモノちゃんぜひ頑張ってくださいね。頑張って。どんな曲が演奏されるのかとっても楽しみですね。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。このナマケモノちゃんが、演奏する新作コンチェルトは8月1日、木曜日ですね、大阪公演、ザ・シンフォニーホール、そして、8月3日土曜日は、サントリーホール大ホールで行われますので、ぜひ、応援に来てください。お待ちしてます。今回の ZB20 ニュースではそんな生受け者ちゃんが担当するパーカッションに焦点を当ててみようと思います。ね、国瀬さんはパーカッションやったことありますか？なんかね、幼稚園の時に鼓笛隊みたいなのがあって、はい、その、なんていうんですか、あれこう縦になってる鉄筋みたいなリラベルっていうのかな、 あれをちょっとこう歩きながら叩いたりとかってのがあると思うんですけど、 それ以外はあんまりないです。実はリズムちょっと、ね、苦手なんですよね。はい、私もそうです。一緒です ね、 ね、はい、それでは、パーカッションが活躍、音楽絵本のトイボックスの映像をご覧ください。どうぞ。しっかり働き者になってましたね。かわいいですね。あれ何ですか、何ですか、何ですか、近い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 、はい、ありがとうございます。これ、あ、これはあれだ、ズーラシアンブラスのね、
あの仲間たちが大集結したあの所沢ミューズで行われたですねミューズスペシャルの DVD じゃないですか、ね、これも見てほしいですね。もう、うんってのも遅いからね。ねえ、これはね、先月5月発売されたばかりの DVD の中でパーカッションチームの演奏も入ってますので、ぜひ皆さんご覧くださいね。はい、パーカッションアンサンブルで、あのピアノの名曲子犬のワルツを演奏してくれました。それではご覧ください。あれれれれ、なんかこのグロッケンの前でみんななんだかね、自分がやるって奪い合ってるみたいですが、ね、みんなこのメロディーのグロッケンが演奏したいんですね。なんかちっとも決まらないみたいなので、じゃあここは、ね、みんなでじゃんけんで決めますか。いいですか。じゃあみんなでいきますよ。せーの、じゃんけんポン。はい、怠け者さん、ゆっくりでも負けちゃったんですね。勝ったのは叩きの鳥さんでした。ということで、じゃあ叩きの鳥さん、グロッケンお願いしますね。さあ、それではこちらも本日初めて披露する新作アレンジとなっております。お楽しみください。子犬のワルツです。Thank you.
ピアノの名曲子犬のワルツ、すっごい難しそうでしたけど面白かったですね。このとっても楽しい子犬のワルツをアレンジしてくれたパーカッショニストの宮崎圭介さんに打楽器についてのお話を、僕はインタビューしてきたので、その時の様子をご覧ください。はい、皆さんこんにちは。今日は宮崎さんに、お越しいただいたんですけれども、パーカッションについてね、ちょっと今日はお話をお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、先ほど放送で流させてもらったんですけれども、子犬のワルツ、子犬のワルツ、ちょっと今噛んじゃったけど、はい、子犬のワルツっていう曲のアレンジを、ね、ああ、そうです、してくださったみたいなんですけど、はい、そのアレンジのコツというか、そのなんだろう、こだわったところとか、聞いてほしいポイントみたいなところがあったら、もし教えていただければなと思うんですけど。なるほど。子犬のワルツはもともとショパン、ピアノのね、曲ですよね。子犬が自分の尻尾を追いかけてこうくるくる回ってる可愛い様子みたいなものがあるんですけど、ドールも犬ですもんね。そうなんですよ。で、まあ、犬科のドールと、妹のシスタードールが2匹いましたので、途中でちょっとグロッケンの周りをくるくる回るシーンがあるんですけど、そこはそれをイメージしてちょっとその2人回らせたいなっていうのがあったんで、もちろん叩きながら回るっていうのをやりたいっていうのを最初に考えて、そしたら最終的にグロッケンの取り合いっていうネタになったんですね。なるほど、面白い。あれも難しくないですか、ね、あれは難しいですね。ですよね、はい、相当みんな練習したんだろうなと思いますけどね。そうですね。で、まあ、アンサンブルっていうのもののああいうちょっと難しいアンサンブルもたくさんあると思うんですけど、パーカッションアンサンブルってすごく面白いなと思うんですが、アンサンブルのパーカッションアンサンブルのコツみたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。コツ、まあ、何よりも ほとんどやっぱり指揮者がいないですよね、なので呼吸を合わせるっていうのが大事になってくると思うんですけど、もちろん打楽器って息を使う楽器じゃないんですけれども、そうですね、息吸わなくてもできちゃいますもんね。そうですね。ただやっぱ発音のタイミングとか、ずれたら一番分かりやすい楽器なので、ドタッともなるんですよねやっぱ息をちゃんと吸って打点を揃えるっていうところと、あとその今指揮者って言いましたけど、指揮者がいない代わりにそのプレイヤー全員がその曲の指揮を触れることが結構大事だなと僕は思ってて。あ、なるほど。叩かずして一回曲を全員で口で歌いながら、指揮をみんなでこう振ってみるみたいな。そうすると、あ、こういうテンポ感でいこうねみたいなのを共有できると思うので、なるほどね、ちょっとそれを一回やってみるといいかなっていう。あ、なるほど、はい、それは面白い練習ですね、はい、みんなが指揮者になるっていうことですね。そうですね、はい、全員が指揮者になる必要がある。これ面白いなと思いますね。ぜひ皆さんも試してみてくださいねもう一個、大編成ね、このアンサンブル小さい編成だけじゃなくって、その吹奏楽とか、他の楽器とのアンサンブルですよね、はい、オーケストラとか、その他の楽器とのアンサンブルの時にこの打楽器の役割というか、どんなところがこう大事なのかというか、それをちょっと教えていただけますか。なるほど。まあ、やっぱり壊さずに、迫力を出す。あ、ね、壊さずに迫力を出す。ですね、なんかこう、はい、迫力出そうと思ってガーンってこうやりそうだけど、はい、そうやってやっちゃダメなんですね。そうですね。やっぱり管楽器の方の、縁の下の力持ちと、あとやっぱり一番パルスが出せるので、ビートが出せる部分なので、そこはしっかりと持って、特に多分クレッシェンドして、ドーンみたいな壮大な部分って、管楽器だけでは限度があると思うんですよね。そうですね。確かにクレッシェンドってやっぱこう、はい、うわーって行こうと思ってもこう限界があるっていうのは、そこでやっぱりアンサンブルとかやってると、打楽器がない場合に、そうここになんかシャーッみたいな欲しいみたいなのあるじゃないですか。これこれっていうね。そこのやっぱ頂点を作る役目を持ってるので、大体やっぱクレッシェンドってこう書いてありますけど、僕らの中ではこういう形してるんですよね。おお、ラッパ型っていうか、ラッパ型みたいな、最後の最後にもう一押ししてあげるみたいな。なるほど、なるほど。ところであったりするんですかね。ああ、なるほどね。やっぱこうパーカッションがやっぱり入ってるのと入ってないのと全然演奏って違いますもんね。そうですね。そこすごく大事かなと思います、ね、結構パーカッションが上手な、吹奏楽コンクールとか見てても、パーカッションが上手な学校って上手ですよね。あ、でも確かに僕も審査してて思いますもんパーカッションのバランスとかそのタイミングとか音の音色のこう管楽器との合わせるか、そう音色とかね、すごく安心して聴けるっていうか、うまいなと思います、ね、なんかいるんだけどいないっていうか、いないんだけどいるみたいな、なんかこう必要なんだけれども、こう
なんていうんですか、アンサンブルの中でこう主張しながらもこう支えてるっていう感じがあるところがすごいいいなと思います、はい、でも多分大体目立ちたがりだと思うんですよ。ああ大体ね、はい、大体だからじゃあ壊しちゃってるとか。いやいや、そういう意味じゃなくて、そういうことじゃなくて、目立ちたがりの人が多い、人が、パーカッションには多い、なんかそんな気がしますけど、ね、そういう性格診断で、ね、そういう性格の方がいいと思います。ああ、なるほど。やっぱこう出ていくぞっていう方が、引っ張っていくぞっていう方が、そう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 、だからやっぱ打楽器が中心なんですよね、きっと。そうですね、なんかやっぱり指導しに行ったりしても、うん、まずあの先生に、うん、うるさいって言われたら、うん、ガッツポーズしろって言うんですよ。ああ、なるほどね。そっから落としてバランス取るのはいいんですけど、存在感がいないような演奏をしてると、やっぱ役目としてはちょっと薄いかな。なるほど、面白い。それじゃあ出せ出せって言われるよう、じゃあまだまだだぞ。そうそうそう、まずは一回主張してみて、そこからバランス取ればいいと思うんで、性格的にちょっと内気になっちゃうと、役割としてはもうちょっとどっしり構えてた。なるほど、やっぱ性格も大事ですね。目立ってしまえと。やっぱパーカッションやる人はちゃんと覚えておいてくださいよ。じゃあもう一個だけ、はい、その僕ね、リズム感がよく悪いって言われるんですけど。あ、そうですか。そう、リズムが良くなるにはどういう練習したらいいですか。リズムが良くなるには、うん、リズム感をつけるという。パーカッションの人ってやっぱりリズム大事じゃないですか。リズム感が大事です。あ、でもね、僕も走り屋なんですよ。え、そうなんですか。そうなんです、だからもう頑張って頑張って抑えていくんですけど、メトロノームをやっぱり、メトロノームと一緒ちゃんですか、はい、練習しましょうってことだと。よくね、昔は僕も先生にメトロノームとお友達になれって言われてたんですけど、なかなか苦手で、はい、そうですよね。どういうふうに使ったらいいんですか、メトロノームって。メトロノームはでも打楽器だと、うん、やっぱ最初にこう練習パッドでこうひたすら練習をすることはあると思うんですけど、うんうんうん、その時にあのこういうメトロノームじゃなくてピコピコっていう機械のやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれで練習した時に同時に音が出せると、そのピコピコ聞こえなくなるんですよ。おう、それって多分同時に鳴ってるってことじゃないですか。で、それをピッコピッコとかピッコッコピッコッコとか鳴らしても本当にこう合ってると聞こえなくなるんですよね。分かんなくならないんですか、それ。分かんなくなるんですよ。それがでも合ってるってことだから。なるほど、いや、シンクロしてるってことですか。あれ、電池切れちゃったのかなとか思うんですよね。あ、ちょっとこう遅くしてみると、うずれて聞こえ、ああ合ってたんだ合ってたんだみたいな。なるほどね。とか、あと逆にあの頭しか鳴らせないけど、うん、これを裏拍に聞くとか、うん、3連符の3つ目に聞くとか。めっちゃむずっす。めっちゃむずいですけど、3連符の3つ目 に聞いたりとか。同じピッピッっていうのを、はい、最初は頭に聞こえちゃうんですけど、うん、こうなってんのをピッピッ1 and 2 and 3 and 4 and って聞いたりとか、うん、1 and 2 and 3 and 4 and って聞いたりとかやると、なんかリズムのこう、要はなんだろう、細かいリズムが感じられるようになってくる。そうですね。そうすると多分頭を取らずに自分が頭を取ってきゃいけないんで、走ったり遅くなったりっていうのに強くなってくる。なるほど。特に多分マーチとか吹奏楽でやる学校の皆さんは、はい、そのピッピーだけかけて、はい、これを裏に聞いて一回合奏してみると結構強くなれるかもしれないですね、リズムに。はい、皆さんぜひ試してみてくださいというか、僕もそれをやって、ね、練習してリズムが良くなりたいなと思います。頑張ります。じゃあ、うん、そのパーカッションやってる方たちがいっぱい見てくださってると思うんですけど、はい、そういう、まあ、子供たちだったり、そのパーカッション、まあ、これからやろうっていう人もいるかもしれないんですけど、その最初にやることっていうのはどんな練習をしていくのがやっぱいいんですか、基礎的に。最初ですか、はい、最初はやっぱりもうひたすら基礎練だと思うんですけど、やっぱ四分音符に始まり、うん、8分音符、16分音符、多分利き手じゃない手の方が最初はうまく使えないと思うので、反対の手からやったりとかいろいろ工夫はあると思うんですけど、やっぱ最初のうちは多分ドラムセットとかやりだしたら早く叩きたいって思うと思うんですけど、うん、まあね、かっこよく叩きたいじゃんってことだって僕もやってみたいなと思うんだけど、やっぱそこはいきなりはダメなんですか。あのダメじゃないですけど、やっぱ焦らずに正確にこう叩けるところからやっていただきたいなって思うんで、うんうん、何事も基本がね、そうですね、まあ、自転車と一緒で一回乗れちゃえば、うん、多分乗り方忘れることはないと思うんで、うん、まずあのスティックを毎日持ちましょう。スティックとお友達になるんですね。スティックとお友達になってもらって、もう5分でもいいんで毎日持った方がいいかなと思いますけど。なるほどね、やっぱりこう常に持ち歩いてはい、まあ、帰って寝る前でもいいんですけど、ね、寝る前で、あの、はい、練習パッドとスティック、メトロノーム、この3点セットはね、大事な、手放しちゃいけないですね。はい、ありがとうございます。まあ、そういうことをちょっと気をつけながら皆さんも、
気をつけて、まあね、基礎が大事だっていうことを忘れないようにしていただければいいですね、はい、じゃあ最後に視聴者の皆さんにメッセージをいただいて、終わりたいと思います。どうでしょうか。メッセージですか、はい、メッセージ、まあ、打楽器は叩けば音が鳴るので、まあ、簡単っちゃ簡単なんですけど、その先に音色とか、そのさっき言ったテンポ感とか、うん、グルーブとかいろいろな要素があったりとか、あと種類が何せ多いですよね、うん、種類が多すぎるんですけど、それがすごく魅力だと思うんですよ、うんうん、これやれるようになるにはこれが必要、これやれるにはこのスキルが必要みたいな、うん、何でもかんでもやりたいってなってくると、それだけ勉強しなきゃいけないことが多いんですけど、僕はそれが楽しくてやってるんですよね、うん、なのでフライパンとかも楽器になっちゃうぐらいなので、うん、あと見た目も楽しいじゃないですか。そうですね、はい、なんか何でも叩けば楽器になっちゃうっていう。そうですね、なんか JR のなんかこうなんだ線路もね、線路ね、レールなんかも楽器になっちゃうんですね。なんか最近寄付されたみたいなことはありましたけど、はい、何でもかんでも楽器になってしまうっていうのがやっぱ楽しい部分だし、お客様も見てて楽しいと思うので、どっちも楽しくなれるように、まあそのためにはもちろん練習が大事なんですけれどもね、そんな魅力が詰まった打楽器なんで、ぜひ皆さん挑戦してもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。今日は、ね、はい、貴重なお時間で、もう本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。出崎さんでした。打楽器は面白い楽器ですね。そうですね、うん、やっぱサックスとは違ってこう、うん、なんていうんですか、目立つ部分もあるし、そうですね、弦の下の力持ちっていう両方の部分があって、やっぱりこう、ね、全体をこう、ね、なんていうんですかね、こう、うん、包み込むようなサウンドを作ったり、ね、盛り上げたりっていういろんな使い方があるんだなっていうのが分かって勉強になりました。まもなくズラシアン吹奏楽部公演です。6月22日大阪ザ・シンフォニーホール、そして7月8日神奈川県民ホールで行われます。皆さんぜひご来場くださいね。続いては国末さんのサックス講座です。はい、初級者編ね、はい、2回目ですけれども、はい、前回ね楽器が壊れてたんですけど、そうですね、ちゃんとね調整してきてくれたんでしょうか、小鹿さん、うん、ちょっと見てみたいと思います。はい、それではご覧ください。こんにちは。2回目のレッスンということで、前回は、この楽器がね、譲ってもらった楽器だったんですけど、はい、だいぶ古い楽器だったので、僕が吹かしてもらったらちょっと下の音が出にくかったので、はい、調整をしてくださいってところまでいたんですよね。そうですね、はい、ちゃんと楽器調整できました調整しに行きました。どこか一回音を出してみましょうか。その前に、はい、ちょっとセッティングってすごく大事なんですけど、この間も少しやったかもしれないけど、あ、やっぱりリードがこういうふうに歪んじゃってますね。歪んでますね。歪んでるでしょ。これをやっぱまっすぐつけなきゃいけないんですね。これ、はい、すごく大事なので、これじゃあ差し込む前に、うん、差し込む前にそうリードをセッティングした方がこういうふうに、まあ、根っこから先をね、はい、外して、まあ、こうやってストラップを つけてるからストラップで吊るした状態で、まあ、膝の上に置いたりすると、はい、両手が浮くと思うので、こういうふうに両手で持って、リードとマウスピースリードをねつける位置をしっかり調整してあげるといいと思います。これは、はい、リードとマウスピースを見た時に、こうリードと先、これね、マウスピースの先端が揃うぐらい、これは何でかというと、こうリードって、まあ、こう普段吹いてる時ってこう半分はこう震えてるから、はい、なんていうんですか、閉じてる状態なんですね。だからしっかりこの密着、密閉するようにしてあげた方がいいと思うんですね。でこれで、はい、これちょっと持っててもらえる、はい、リードって振動してるっていうのはなんとなく分かるでしょ、はい、リードが振動してるのが音に変わるんだけど、そのリードが振動している様子って見てございますか。ないです。ないでしょう、はい、ちょっと見てみません。はい、いいですか、この先、リードの先をよく見ててください、はい、普通はこっちから吹き込むんだけど、今日はここから吸ってみます、はい、ね、いきますよ、はい、
い震えてるでしょ、どうしますね、ビャーって震えてるでしょ、はい、ね、びっくりしたでしょ、これが口の中で怒ってるすごいです ね、そう考えるとすごいでしょ、びっくりすることしてます、ね、そうなの、そうなので、これセッティングが大事なんですよね、はいはい、これで、上の歯はしっかりマウスピースの上に乗せちゃいます。だいたい1センチから 1.5 センチぐらいのところに歯が当たるようにしてみてください、はい、それで、ね、糸イーって横に引く力と、はい、うーって真ん中に乗せる力両方使う感じで、こう下のね唇はしっかりこう歯が直接リードに当たらないように巻きます。はい、でちょっとここだけで出してみましょう。そう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 。もうちょっとだけ深く加えちゃってもいいかもしれない。はい。うん。そうそうそう。で、今小鹿さん、はい、ここにね、ちょっと梅干しの種みたいな、こういう、ってこう力入、って入れると、ここに梅干しの種みたいなのができるでしょ。これができない方がいいね。はい、あの、なんだろうね、リップクリーム。はい、こういうふうにやらないようにマウスピースの先はすごく繊細なので今みたいにやっちゃってたんです。今の反面教師ですね。はい、じゃあこれちょっと伸ばしてみましょう。これ大体ね16秒ぐらい伸ばせる。結構長いと思うんですけども、なんでかというと音楽って大体まあ4小節ぐらいで、はい、出来上がってることが多いでしょ。それは一つフレーズっていうんですけど、まあ、4分の4拍子の曲で、例えばテンポが、四分音符これ60、1分間に60回こうね、はい、拍を打つとしたら、それが 4×4 で16でしょ、はい、だから大体ね16拍ぐらい伸ばせれば大体の曲は吹けるんですよ。なので16拍ぐらい伸ばせるぐらいまあいきなりは難しいからだんだん長く伸ばせるように、はい、じゃあ試しに今何秒ぐらい伸ばせるかちょっとやってみましょうか、はい、基本的に、はい、まあ、ネックのつける位置っていうのはこの、まあね、このガードっていうかこう曲がらないようにこうちょっと分厚い金属が貼ってあるんだけど、これ曲がりやすいので、はい、あのなるべくマウスピースを差し込む時もきちんと左手で、はい、こうネックを押さえながら入れてあげる方がいいと思うんだけど、そのね補強されてるこうガードがあるんだけど、はい、これがだいたいこのオクターブキーって言われる、ところこれですね。これにこう揃うようなぐらい、まっすぐになるようなぐらいにセッティングするのがいいかな。さっきは少しちょっと、うん、確かに歪んでますね。歪んで、で、まあ、はい、構えた時に若干それをこうまっすぐになるようにちょっと調整はするんだけど、はい、基本的にはここは揃うように、うん、つけてあげるのが基本かなと思ったね、はい、で構えた時に、まあ、椅子に座った時はあの楽器が椅子に当たってしまわないように、はい、ちょっとね右前に座ってください。右前、そう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 、うん、少しこう右の椅子があったらこの辺りに座る感じ、はい、うん、あんまりこっちの方に、そうこっちの方に座っちゃうと楽器が当たっちゃう、そう、楽器当たらないようにちょっとこうしてくださいね、はい、で、そう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 、それで自分で楽器を迎えに行くんじゃなくて楽器を自分のところに持ってくるから、そう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 、で、はい、そうするとストラップの高さがちょっと今は低いかもしれないね。低いですか、うん、少しだけ上げてちょっとやってみますね。調整ができたっていうのと、今一つの音をまっすぐ伸ばすっていう練習をしたことで、はい、ここが安定してくると下まで綺麗に出るのかなと思います。はい、はい、ちょっとね頑張ってみてください。頑張ります。じゃあ今日はここまでしましょう。はい、はい、楽器の調整は大事っていうことが分かりました。皆さん楽器をまず調整してみてくださいね。それではさようなら。
楽器の調整で随分音といろいろ演奏が変わってますね。そうですね、やっぱりね、結構木管楽器って言われるね、サックスはこう繊細にできてるんで、はい、調整ってとっても大事なんですね。そうですね。次回からファンクラブの皆さんも講座を参加しますね。はい、そうですね。応募で応募してくださったね、中から厳正な審査によりですね、審査、抽選によりね、選ばれし者たちをね、僕はレッスンさせていただきたいと思いますのでね、ぜひお見逃しなく。国瀬彩里沙のおすすめチャート、国瀬さんお気に入りの楽譜を紹介するコーナーです。はい、今回はですね、この3枚目のね、サクソボックスのお待ちかねのアルバムの中に入ってる曲ですね、銀河鉄道、五代五が歌った銀河鉄道39を、楽譜紹介したいと思います。この曲はですね、竹川幸秀さんが作詞した曲なんですけれども、それがジャズアレンジになってる、とってもかっこいい、曲になってます。実はですね、ズーアシアンブラザーズのみんなはその竹川さんと共演したことがあるらしいんですよ、何年か前に。羨ましい。だからさっきソークスね、ラトゥーコも多分ね、絶対共演したいと思ってると思うので、竹川さんよろしくお願いしますね。そしてね、サックスフォックスの CD 最近ちょっと出てないですね。次もうそろそろ第4弾があるのかないのか、ね、社長ぜひよろしくお願いします。そして皆さんぜひ楽譜も挑戦してみてくださいね。最後は、旅するズーラシアンブラスのお土産コーナーです。はい、ありがとうございます。全国を回る動物さんたちが見つけてきた地元のお土産を、視聴者の方にプレゼントしますということで、これ、これ分かりやすい、食い倒れ太郎の、これ大阪のお土産ですよね。大阪行ったの、生小室ちゃん行ってない。どういうこと？大阪大好きなトラさんがこの間行ってきたそうです。なるほどね、いかにもトラさんチョイスっぽいです。そうですね、トラさんっぽいチョイスですよね。はい、はい、これね、ポーチになってて中にラムネが入ってるんだそうです。はい、応募方法はこちらです。はい、では、今日の番組はこの辺でお別れです。また次回のZB20 ニュースでお会いしましょう。バイバーイ。 バイバーイ。